董卓による天下の略奪ぞ。しかし日増しに膨れ上がる董卓の軍勢が相手ではどうにもならぬ。奴に天の利を与えたのはこの袁紹、命に代えてもその暴虐を止めねばならぬ。皇帝陛下ご登殿。皇帝陛下ご登殿。責任を感じた袁紹は董卓を暗殺すべく、皇帝劉強謁見の日、武器を隠し持った配下を管理たちの中へ紛れ込ませた。したのか。これでは切れぬ。今より先の政変に加わりたる者並びに才覚なく官職にある者の官位を剥奪し、その処罰を行う。では処罰する者の名を申し伝える。提言五府、その方ら二名、家臣による愚弟擁立に加担したる罪は重い。よって教主の刑に処す。野放しにされた董卓の兵たちにより、ありとあらゆる略奪、凌辱が重ねられ、洛陽は無法の都と化した。皇帝皇族貴族どもの墓を掘り起こし、副葬品のことごとくを暴け、金銀財宝を溶かした後、唐の刻印を押して固めよ。この洛陽の全てを我が色に染め変えるのだ。人々は次々に無法の都洛陽を脱していった。